平野ノシと渡辺直美、成功への挑戦を輝かせる腕時計。読者の皆様、こんにちは。高級時計の輝きと、その背後に隠された人間模様についての興味深いお話をお届けします。平野ノシの超高級腕時計と、それが渡辺直美への憧れと夢をどのように反映しているのか、深く掘り下げてみましょう。近年、 世界中のファッションアイコンやセレブリティたちが高級腕時計を身につけ、その存在感を示すステータスシンボルとして注目されています。その中でも、日本でも大きな注目を集めているのが、人気俳優でありジャニーズグループキングプリンスへのメンバーでもある平野潮の超高級腕時計です。 その輝く腕時計たちがつける車の個性や願望を映し出しているように感じられるのはファンならずとも惹かれる要因でしょう。7月30日、平野耀は自身のインスタグラムに何気ない一枚の写真を投稿しました。しかし、その写真に写る彼の腕にはロレックスの高級時計が装着されていることが指摘され、瞬く間に話題に、 この出来事をきっかけに、彼の腕時計愛がさらに脚光を浴びることとなりました。さらに8月14日、平野潮は初めてのインスタライブを配信しました。その際、彼の腕に輝く白い高級腕時計が、ハリー・ウィンストンのオーシャンバイレトログラード、オートマティックとされるものであると推測されました。この時計の定価はなんと1,107万円。 一般の人にとっては手の届かない世界ですが、これが彼の人生や夢への一つのステップである可能性があるのです。平野紫耀の超高級腕時計に込められた思いを理解するためには、彼が公言している大ファンである渡辺直美との関係を考える必要があります。彼はインスタライブ中に渡辺直美さんに会いたいと話すなど、彼女との交流を絶望しています。 そして、渡辺直美もまた、超高級時計好きとして知られており、彼女のインスタグラムを除けば、様々な腕時計コレクションが輝いているのを見ることができます。特に彼女の持つリシャール・ミルの、オートマティックは、超高級ブランドの代表格とされるもので、日本限定40本のジャーパンピンクモデルという限定モデルであることから、その輝きはさらに増しています。他にも、 パテックフィリップのノーチラスやオーデマピゲのロイヤルオークフロステッドゴールドといった高級時計好きの間で高く評価されるモデルが彼女の腕に輝いています。これらの腕時計は単なるアクセサリーではなく成功への道を象徴するものと言えるでしょう。渡辺直美は海外進出を果たし夢を実現させています。 それと同様に、平野市用も地なる成功を目指しているのではないでしょうか。高級腕時計は、その持ち主の努力と夢を証明する存在として、彼の背中をしていることでしょう。平野市用の超高級腕時計は、彼の個性や夢、そして渡辺直美への憧れを表しています。 その腕時計たちは、成功への道を歩む者の姿勢や願望を映し出す鏡であり、その輝きは多くの人々の心を引きつけています。これからも、彼の腕時計が持つストーリーが、多くの人々に勇気と希望を与えてくれることでしょう。読者の皆様、平野志洋と渡辺直美の夢と輝きについてのお話がお役に立てたことを願っております。 今後も素敵な腕時計とその背後にある物語を追い続け、新たな興奮と感動をお共にしましょう。